課長山遺跡課長山遺跡は山梨県笛吹市にある遺跡。縄文時代前期後半の集落遺跡で縄文期の食生活に関わる豊富な資料が出土している。甲府盆地の南東園にあたる三坂山地北西に突出する課長山丘陵斜面上に立地。現在でも北東の上槍川や南西の浅川など、 沢や消火栓が流れ、伏流水が湧き水を確保できる地域であったと考えられており、付近には同時期の遺跡が多数分布している。古くから存在が知られており、明治期の山梨県市群村氏においても紹介されている。三時にわたる発掘調査が行われ、現在でも付近は開発されず、果樹地帯となっているため影響は軽微であるが、一部では重機を用いた、 会食作業による破壊を受けている。対象年間には、西名義夫による調査が行われているが、本格的な発掘調査は、戦後の1948年に山本鈴雄により行われる。1954年には、国学院大学による発掘調査が行われ、縦穴式住居跡や、異物方眼層からの出土異物が確認されている。 同大学教授の樋口清により、新たに課長さん14式の指標土器として定められた。1987年、水管埋設工事に伴う発掘調査が、山梨県埋蔵文化財センターにより行われ、狭い調査範囲であるが、処磯 A、B 式機住居跡が24、土工33が確認されている。土器は、 初位組式土器 AC 式が主体で、機種が豊富で C 式末から13ボツ積み式への変遷といった時期的変遷が追跡できる良質な資料となっている。ほか、最古の縄文早期中央の押し型分土器破片や、早期末から前期初頭の繊維土器も出土しているほか、東海地方や西日本資料も出土しており、地域間交流があったと考えられている。また、 東京都の遺跡や県内では甲州市援山の志子の全遺跡で出土事例がある土器片を加工した人形浄土製品も出土している。石器類は資料に使われる石族のほか、打製石符、石皿、すり石、大石など植物採集や加工、幸いに用いられる石器が出土している。石器と合わせて植物の炭化物資料が豊富で、喧嘩類では 栗は少量であるが、クルミは、住居跡や土壕から50から90個がまとまって、出土しているほか、悪抜き処理を必要とするドングリも出土している。旧根類の出土例はそれまで、神奈川県平塚市の上の入り遺跡でキツネのカミソリの、出土が報告されている程度であったが、課長さん遺跡では、土壕や、方眼層から旧根類24点が出土し、土器内面の焦げも確認され、 全国的に注目される発見となった。その後、県内湿度の土器資料が再点検されると、旧根類の発見例が相次いで報告され、食材としての利用法や野生種との比較など、様々な研究が試みられる契機となった。また、エゴマは栽培植物として、縄文の抗論の立場から注目されているが、 住居床下,下から発見された炭化種子会は国内最古級の資料で1975年に長野県の大石遺跡で発見された縄文中期の資料を更新することとなった。他、水泉選別により栽培種ではしそ、油なトコ、シロザ、座、滑り火油、水木などが検出され、雑草ではエノキ草が検出されている。 動物遺体は狩猟獣であるイノシシやシカガヌシで、再編で比熱が認められるため食料であったと考えられている。また、コイカ魚類のエラ骨が発見されており、山梨県内において遺跡から魚骨が出土した初の例となった。なお、山梨県における海水魚類の最古の出土事例は、縄文後期の南アルプス市の都土城発体遺跡から出土したイカの骨とされている。 また、課長さん遺跡からは、貝殻製のボタン状製品や、巨毛の重りとも考えられる、土器片おもりも出土し、魚老具の出土例となった。出土遺物のうち、1から2次調査のものはそれぞれ、京都大学文学部博物館や、国学院大学高校博物館で、3次調査のものは、山梨県埋蔵文化財センターに保管され、一部は、 山梨県立高古博物館で展示されている。ありがとうございます。